今回はベスタックスの PCDJ コントローラーの中でも特に上位機種の VCI100M2 と VCI300M2 についてご紹介します。まずは VCI100M2 からご説明します。 VCI100M2 は世界で初めて PC で DJ プレイを行うために本格的に設計されたミリコントローラー VCI100 の純粋後継モデルです。本体にはオーディオインターフェースが内蔵されており、新たに周辺機器を買い足す必要がありません。また DJ ソフトトラクター LE も同梱しているので、 VCI100M2 と PC を USB ケーブルでつなぐだけで PC 内に保存した楽曲データを使って本格的な DJ プレイができます。今回は先日新発売されたトラクターの最新バージョン、トラクタープロ2を使ってご紹介します。 VCI100M2 は全モデルに比べ約 40% の軽量化を実現させたライトウェイトモデルであり、手軽に現場などへ持ち運ぶことができます。さらに本体の横幅は15インチのラップトップ PC とほぼ同じ大きさなので、自宅やクラブのブースなどでも置き場所に困らず快適なプレイが可能です。また本機は新型パーツを採用し操作性を重視しました。イコライザーなどの各種ボリュームには指にフィットし疲れにくい大きめのノブを新採用し、ラバー加工を施しているのでアグレッシブなプレイ時にも滑ることがなくなりました。本体中央にはジョイスティックを配置し、ライブラリーに膨大な曲があったとしてもスピーディーなブラウジングが可能でプレイを妨げません。その他各種スイッチにはストレスのかからないソフトタッチスイッチを採用し、長時間のプレイでも疲れを軽減させることができます。本体のジョグダイヤルの上面に触れると曲が止まり、擦るとスクラッチができます。またジョグダイヤルのサイドを前後に動かすと一時的に曲のピッチを早めたり遅くすることができ、ミックス時の微妙なピッチのズレを修正し繊細な DJ プレイが可能です。ジョグダイヤルのトルクも瞬時に調節することができ、ジョグ中央を右に回すと重くなります、左に回すと軽くなります。また多彩な DJ プレイに応えることができるよう、クロスフェーダーのカーブ特性は本体手前のノブによって瞬時に調節できます。右に回すとスクラッチ向きのカーブ特性、左に回すとテクノやハウスなどのロングミックス向きのカーブ特性になります。トラクタープロ2をご使用された場合、本体上部のデック切り替えスイッチにより同時に4曲のコントロールが可能です。また本体上のシンクボタンを押せば自動的に BPM を同期することが可能なので、これを使えば今までのシンプルなミックスよりもより複雑なミックスが可能になります。VCI100M2 の各デッキには種類の異なる9ボタンが搭載されており、使い分けることによりプレイスタイルの幅が広がります。一番左は楽曲の再生一時停止ボタン、その右のボタンは9ポーズボタン、一時停止時に9ポーズボタンを押すとその箇所を9ポイントとして記憶します。楽曲再生中に9ポーズボタンを押すと再生した9ポイントに戻り一時停止状態になります。その右のボタンが Q プレイボタン、再生一時停止にかかわらず Q ポイントに戻って再生します。一番右のボタンはセット Q ボタン、再生一時停止にかかわらず Q ポイントを設定し再生します。押し続けるたびに Q ポイントが更新され、任意の場所に瞬時に Q ポイントを移動再生することができます。
次に本体のループボタンを押すことによりさらに多彩なプレーが実現します。ループボタンを押すことにより決められたループ幅で曲がループを始めます。サイズボタンを押すことによりループ幅を変更することができます。またトラクターの持つ多様なエフェクトやフィルターも本体に専用のボタンとノブを用意しており、より直感的かつ効果的なプレーが可能になっております。エフェクトタイプのボタンでエフェクトを選択できます。さらに8個のノブとボタンで同時に2系統のエフェクトをかけることができます。VCI300M2 の説明をします。 VCI300M2 はベスタックスが25年もの間蓄積してきた DJ 機材のノウハウと新しい DJ ソフトウェアを開発し続けるセラート社との協力により誕生しました。 PC 内に保存されている音楽データを本機に付属されているセラート社のソフトウェア Itch で読み込み、全てのコントロールを本機上で行うハードウェアとソフトウェアが完全に一体となった DJ コントローラーです。本機にはオーディオインターフェースが内蔵されており、新たに周辺機器を買い足す必要がなく、すぐに DJ を楽しむことができます。本機のフェーダーやノブはこれまでベスタックスがプロ用ミキサーに使用してきた高品質のものを使用しています。またスイッチを押した際のタッチ感、フェーダーを操作した際のスムース感は他のコントローラーに比べてより頑丈で、長時間のプレイや激しいスクラッチにも耐えるハイクオリティな設計になっています。本機のジョグダイヤルのトルクは本体側面のダイヤルによって瞬時に変更することができます。またクロスフェーダー、インプットフェーダーのカーブは本
体全面のノブで瞬時に変化させることができます。VCI300M2 はクロスフェーダー、インプットフェーダーをお客様ご自身で簡単に交換することが可能です。さらにハードなスクラッチを追求される方のために開発されたベスタックスの非接触マルチリニアセンサー方式を採用したクロスフェーダーユニット CFX2 にオプションでアップグレードができます。これに交換すれば抜群の切れ味をお約束します。今回は CFX2 を搭載した本機でご紹介します。また別売りのエフェクトユニット VFX1 はエフェクトを自在にコントロールすることができ、さらにプレイの幅を広げます。VCI300M2 はイコライザーなどの基本的なノブに加えて多彩な機能を備えています。各デッキには最大で4箇所のキューポイントを設定することができます。ループ機能も充実しており、ループ幅は本機のボタンで簡単に変更できます。またシフトボタンとオートループボタンを押すことによりロール機能が使用できます。ロールとは時間軸は進んだままループをすることです。また本機にはマイク入力も備えており、マイクから入力した音を録音することが可能です。録音した音はレコーディットフォルダーに入るので、すぐさま録音した音をスクラッチすることができます。Big jump beat up.